定すぎて。てかでもめっちゃ大事なのは夢を叶える秘訣なんだろう。助けて。いや俺はもう社長に振ることでゴールして求めました。社長が一番知ってる。社長が一番知ってる。トライアンドエラーじゃない。ネバギブアップでしょ。あれ二人すぎる。でもだってめっちゃ大事なのは俺マジで周りの意見を聞かんことと思う。ああ。大前提すぎて、てかでもその諦めないことっていうと大体なんで諦めるかって周りの目を気にしたりとか、周りの意見を聞いたりとか、親とかなんか友達とか彼女とかからの意見、そういうの気にして諦めていくわけで、周りの意見聞かんでいいと思う。だって周りの人は成功者じゃないと。確かに間違いない。それを親とか彼女とか先輩偉そうにさ酒飲んでお前なんかやってるから言ってくる人成功者じゃないし、仮に成功者だとしても多分あなたの別の成功した人、不動産で成功した人とか、アメ屋さんで成功した人は、まるで違うわけ。俺よく説教されるわけ。なんか偉そうにする、投資家みたいな、お前、なんか説教されるんですか？説教っていうか、偉そうには言われるわけ。あれだけ借りてます。でも、ここからこうよ。俺、世界一だったら、それのアドバイスは持ってないよ。まあ、確かに、元世界一以外のアドバイスは聞きたくない。そう。それはそう。しかも、お前が目指しそうですけど、違う。他の3兆円とか稼ぎたいけどさ。もう3兆円以上持っとるやつからのアドバイス。この割に先に借金が3兆円きそうですね。確かにマジで周りの意見聞かんのが大事だ。確かにいいことあるやん。もっと質問チャンネル登録してね。